ソ連軍の訓練校の対戦車犬たち、1931年、撮影。対戦車犬とは、第二次世界大戦中に赤軍が考案した対戦車兵器。別名、戦車犬、爆弾犬。ロシア語のからの、訳語である。英語では、アンチ、タンクドッグズ、あるいはドッグマインズと訳されている。犬の背中に爆薬と、起爆スイッチとなる、木製レバーを設置し、 レバーを垂直に立てた状態で戦車へ走らせる。犬が戦車の下に潜り込んだところで起爆レバーが倒れ、敵戦車を破壊する計画であった。犬の訓練にはオペラント条件付けを利用した。戦車や走行車両の下に犬の餌を置き、空腹の犬が餌を目当てに戦車の下に潜り込むように教え込むというものである。実戦では空腹の犬を敵戦車の前に放つだけで、 自発的に爆弾を運ぶことが期待されたが、精度は高いとは言い難く、たとえ訓練を積んだ犬といえども、敵戦車が走行する際に発する激しい騒音に、怯え、逃げ去ったり自陣に駆け戻り自爆するなど、扱いの難しい兵器であった。また当初、訓練に自軍の戦車を用いたため、それに対する条件反射が成立してしまい、ドイツの戦車は無視して、 訓練通りソ連の戦車に向かって突っ込んでしまうという大きな失敗もあった。その後訓練法が改善され、ソ連戦車は主にディーゼルエンジン、ドイツ戦車はガソリンエンジンだったため、ガソリンの匂いに対しての条件反射をすり込んだ。ソ連側の記録によれば、およそ300両の敵戦車を撃破したとされる。ドイツ軍は対戦車券をフンデミネと呼び、警戒した。 小型で高速な犬が戦車砲や機関銃の最低深くよりも下を移動することから視認できても攻撃を防ぐことが難しく脅威であった。対抗策として戦車に火炎放射器を搭載し対戦車券を焼き払うことが試みられた。犬に出くわしてドイツ軍側がこれを銃撃したため奇襲が失敗したケースもある。 火炎放射器の攻撃にさらされた対戦車券のうち、何等かの対戦車券は、訓練通り的戦車の爆破を果たしているが、大多数の対戦車券は、火炎攻撃に恐れをののき、戦線を離脱したり、あるいは自陣に舞い戻り自爆するなど、被害を拡大していった。特に1942年に起こった戦闘では、ドイツ軍の火炎攻撃に対戦車券たちはパニックに、陥り、 逃げ帰って、自軍部隊に、甚大な被害を与え、ついには、部隊の撤退を余儀なくされるに至った。この一件からほどなくして、対戦車検は、実戦の馬から姿を消している。1943年に、アメリカ軍では、敵の陣地を破壊するために、犬を訓練して、爆薬を運ばせる試みが行われた。しかし、ソ連赤軍と同様に初期の効果は得られず、 計画は同年12月に中断された。イラク戦争の大規模戦闘集結後、2007年頃に反政府武装勢力が爆弾剣を使用している。犬に背負わせた爆薬を無線で遠隔起爆するというものだが、生物を食用以外の目的で殺す行為がイスラムの戒律に反するとして市民からは批判された。ありがとうございます。